前は5人編成で、あと2人、あ、そうですね。5人編成で、今日来ている、私と、戸田さんと、あともう2人いるんですけれども、今回は3人と、あと、三藤さん、朗読の三藤さんでお送りします。よろしくお願いします。はい。で、今日少ないんですけれども、ちょっと5人分の3を出せるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。私は音楽のせい。音楽のあるところに現れて、みんなを一つにする。3年前に20歳の乙女、大敷翼に姿を変えて、抱っこせんのライブに2回ほど出たこともあったけれど、その時、本当の役割を悟った。空気のような存在でありたいんだ。2年前の晩秋のある日、ほんのいたずらで私のやったことが誰かを傷つけた。あまりにも情けなくなったから、すぐにでも挽回しようと、昨年3月に照準を合わせて計画を始めた。でも、その計画はまだ成就していない。なぜかというと、あの憎い奴が邪魔し始めたからだ。あの憎い奴のせいで、ギターを背負っている人や、バンドの T シャツを着ている人までが、犯罪者に浴びせるような眼差しを向けられて、私は笑ってもいられなくなった。じきにみんなが苦しみ始めた。I love rock and roll を作った人までが、その苦しみの中で散った。その挙句、誰かを救おうという気持ちが、この狭い国に暮らす人たちから奪われていくのを感じた。意義ありと言おうにもとても言えない。黙って耐えていくしかなかった。そして今、2021年12月、やっと私がなすべき役割をここで果たせる。でも、与えられた言葉を吐き出すのが精一杯だ。思いっきり叫ぶように笛を吹きたいのに、まだ許されそうもない。世の中は相変わらず悲しいことでいっぱいだ。それを嘆かず、人事だと思って自分だけ浮かれている人たちが、無意識に空気を汚し続けて、それに気づかない人たちを殻に閉じ込める。徹底的な打開策なんて、科学の力じゃ務まらないよ。音楽がみんなを再び一つにする。信じ続けることだけ。私の知っている人が新しい命を宿している。私の知らない場所で新しい生活を始めている。私の知らない誰かと恋に落ちている。恋に破れて途方に暮れている。自我に目覚めて全てをさらけ出している。知らない分野で誰かに認められている。誰にも気づかれずに幸せな生涯を送っている。そんな2021年、私は冷たい風の中で冷たいロッキーロードを頬張る。笛の代わりにテイストスプーン。あの憎いやつはしばらくここから去る気配を見せないだろうけれど、抱っこせんは絶対這い上がってくるよ。這い上がってくるから、本来の姿で。2022年です。その名前を名乗り始めてから25年、25周年。見守っていてくれてありがとう。森のせいより。をしておりますが、あと5分ほど演奏を続けさせていただこうと思います。私たちラッコ船は即興演奏のバンドになっております。今の演奏はこの場でしか弾けない演奏になっております。みんなのそれぞれの今ここで感じているものを音にして、そこから音楽ができていくといったちょっと変わったバンドになっております。先ほどはびっくりされた方もいるかもしれませんが、あと5分ほど演奏をお楽しみください。なんかラッコ戦初めての企画をやっておりまして、リモート演奏ということで、今、本日の都合によって来られなかったサックスの関根さんがずっと私の携帯のシンセの音源で参加しておりました。じゃあもう一度音源お願いします。皆さん、ありがとうございました。